ですね。はい、エルカチャンネルの翔です。ブシです。さあ今回はですね、地元の心霊スポットにやってきました。熊本県のふふん町のある橋なんですけど、ここに幽霊が出るってことなんで行ってみたいと思います。結構古いよね、ここの橋。ここの目撃情報なんですけど、ちょっとこの川に降りる場所があって、そこですれ違った人が振り向いたらいなかったとかいう話らしいんですよ。ちょうどその場所があの辺りです。そこを降りる道があって、その下、うんうん、でそこに向かっていきたいと思います。軽トラが止まってますよ。マジ？ほら、軽トラが止まってる。え、やば。人がいるような感じはしないですね。ここ自体、熊本でもマイナーなところで、掲示板でやっと見つけたみたいな感じだったんですけど、そこ行けるところまで行ってみようかと思います。いや、おるような感じじゃない。うん、人はいなさそうね。ちなみに、うん、オカルト部でよく言ってる、うん、蜘蛛の巣を感じた感、あれが今俺にかかってますけど、この場所で蜘蛛の巣にかかるっていうことまずないと思うんだけど、ないよね。今頭に蜘蛛の巣みたいな感じがあって、もしかしたら霊障かもしれない。ちなみにこんな感じなんでね、絶対蜘蛛の巣なんてないもんね。ね、うん、でも来る途中って言っても俺の身長より上、そうね、っていうのはないから、うん、ちょっと一気にゾゾッとしましたよ。結集ですか。そうですね、あのガチでこういうことになるとは思わなかったんで。あそこなんで軽トラ置いてあったんだろうね。ねえ、謎の軽トラですね。うん、ねえ、もう一個ここの話で最後なんですけど、多分こっち正面山なんですけど、こっちの方でちょっとお亡くなりになられてる方もいるとかいう話だそうです。うん、はい、うん、怖かったっすね。そうっすね。
あ、写真忘れたと思ってもう一回回ったんですよ。でライトなかったんで車の光で写真撮ろうと思って橋のところをね止めてね、うん、川のとこに止まってた軽トラの誰もいなかったんすよ。いきなり明かりがついててあれやばかったねですね絶対誰もいなかったんで本当誰もいなかったねえ、もうだから撮影も何もできずバタバタすぐ撤収してしまったっていう超ビビリな結果になりました。幸先不安ですね。幸先初回から本当怖いただもうこれで終わるわけにはいけないんでもう一箇所ちょっと行きたいと思います。はい、そしたらですね二箇所目に行きたいんですけど、これもちょっと掲示板に書いてあったやつなんですけど、走行中に窓をノックされたっていう場所があるらしいんですよ。そこに行って今回は終わりたいと思います。あ、この辺りっすよ。目的地は右側です。音声案内の止まり方が怖かった今ちょっといつもと違う感じでしたね。どっかで U ターンしようと思います。でもう一回通りますね。さあ戻ってきてますよ。だから今度は左側になると思うんですけど、お地蔵さんっていうお地蔵さんがちょっと分かんなかったんですよね。お地蔵さん、お地蔵さんはありました。とりあえずノックはされなかったですね。はい、帰ってきました。そうですね、そんななんかわーってなるようなことっていうのはまあなかったかななかったと思いたいんですけど、最初に行った橋の方が不思議なことがあったかなと思います。でもカメラの不具合もありましたよね。ピントがずれたりとかしてたみたいなんで、俺も今から確認するんですけどね。やべっすね。この次もううまくいけばやりたいなと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。